ガラスの動物園はテネシー・ウィリアムズによる儀曲。1944年に執筆され、同年、シカゴで初演された。1945年3月にニューヨーク・ブロードウェイで上演されると1946年8月まで561回、公演されるロングランヒットとなり、ウィリアムズの出世作となった。作者の自伝的作品で、 米文学の最高峰に位置し、ハリウッド映画にも影響を与えているほか、二度映画化されている。ストーリーはトムの強くとして語られる。1930年代のセントルイス、ウィングフィールド一家が住むアパートの一室が舞台である。トムとアマンダは理想と現実の間でしばしば対立する。トムは現在の単調な仕事と、 何事にも口やかましく指図するアマンダに対して嫌気がさしており、何とかして現在の環境から抜け出そうと思っているが、アマンダはトムを夫の二の舞にさせまいと引き止めようとする。アマンダはローラをビジネススクールに通わせるが、ローラの内気な性格のためうまくいかない。手に職を持たず結婚もできない女の行く末を今まで数多く見てきたアマンダは、ローラの現状に危機感を抱く。 今期が遅れているローラに男性との出会いの機会を与えるために、アマンダはトムに会社の同僚を夕食に招くよう頼む。数日後、自宅にトムの同僚ジムが来訪する。ジムはハイスクール時代にローラが淡い恋情を抱いていた相手だった。ローラは久しぶりにジムと交流し、かつてと同じくジムに心惹かれていく。ローラとジムの結婚を期待する。 ウィングフィールド一家に対し、ジムは婚約者がいて近く結婚する予定であることを告げる。トムは、靴会社を解雇されたのを機に、セントルイスを離れる。1950年の作品、アービング・ラパー監督。客色には、テネシー・ウィリアムズ自身も関わっている。出演は、ジェーン・ワイマンや、カーグ・ダグラスなど。カッコ内は日本語吹き替え日本語版1987年の、 作品、ポール・ニューマン監督。出演は、カレン・アレンや、ジョン・マルコビッチなど、ありがとうございます。